今日ここに立つまでの間、たくさんの皆さんからいろんなお話をお聞きしました。奨学金で破産することになったという若者、先生もう早う死にたい、こういうふうにおっしゃったお年寄り、長年商売してきたけどもう限界や、店畳むと言わはったカバン屋さん、いろんな人たちの思いを私は今背負ってここに立たせていただいております。市長選挙に臨むにあたって私が成し遂げたいことはこれにつきます。市民の暮らしを必死の町になって守っていく、そういう当たり前の姿勢に作り変えていくんやということです。私、市民の皆さんの暮らしを応援する、そしてまた中小企業の皆さんのなりわいをしっかり底上げする、そのことによって京都の町にお金を回して経済を活性化をさせ、それによって税収も上げて、そして京都全体を元気にしていく、そういうやり方が国がサボっとっても京都でできるんやということを皆さんにお示しをしたいと思います。暮らしの底上げを図って財政再建をする、それが財政再建の行動です。この仕事は私福山和人以外に成し遂げることはできないということを改めて申し上げておきたいと思います。これからさらにトップギアに上げて最後の最後まで頑張りたいと思います。